あら。いや、介入したらええんちゃう。どう考えるかっていうと、要は、その原さんの、いや、原さんやないわ、大浅さんの信用度の問題だと思うねな。だから、解任されたら、もう信用あれへん。けど、だから、あんな記事に一つにしたって、そんな人のたわごとやな、取り上げてる記事にしかならへん。うん、それはそう思うよ。あと何を言おうが、もう会社を代表する立場でな。だから、今は会社を代表する立場やからこそ発言重いわけやん。うん。そやけど、いや、だから言ってるやん。あんな人やから言うて、僕も答弁で言うたわけやろ。だからそこはそれでええんちゃうの。